USS ヘイラーはアメリカ海軍の駆逐艦、スプルーアンス級駆逐艦の31番艦、艦名はロバート W ヘイラー海軍中将にちなむ。1978年度会計で議会はスプルーアンス級駆逐艦2隻の追加建造を承認したが、実際には1隻分が提供された。これらの艦はヘリコプター駆逐艦として設計されたが、 標準のスプルーアンス級の建造コストを超過することはなかった。リットン・インガルスは DDH-997 の設計を完了したが、ヘリコプターの着艦デッキを後方に移動、格納庫を延長し、シースパロー発射機を格納庫上部に置き換えたものであった。また、3機の SH-3C キングもしくは4機の SH-60C ホーク、または、 sh-2c スプライトの運用が可能であった。ddh-997 は標準的なスプルースンス級と同程度の予算での建造が要求されたため、設計及びエンジニアリング作業が必要とした詳細項目は相当の数に上った。結局建造コストは大幅に増加し、この新型駆逐艦がシリーズとして建造されるとなると、予算は正当化される可能性があったが、 単独の艦のための予算としては認められる可能性が低く、結局海軍は他のスプルーアンスキュと同じ設計でヘイラーを建造した。ヘイラーは1980年10月20日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港し、1982年3月2日に浸水、1983年3月5日に収益した。 20年の現役活動後、ヘイラーは2003年8月25日に、バージニア州ポーツマスのノーフォーク海軍造船所で退役した。2004年4月6日に除籍され、2004年11月13日に、標的艦として沈められた。ありがとうございます。